実際に60代からギターを始められた方の演奏を見ていただきたいなと思います。もちろん60歳以上の方だけでなく、ギターを上達していきたい方のためにも役に立つ内容になります。こんにちは、ギター講師の栗原です。おしゃれなギターが弾けるようになるオンラインスクールやってます。今回は60歳からでもギターを始められますかというテーマです。もちろん始められます。始めたいと思ったらもうすぐに始めた方がいいです。10年ほどレッスンさせていただいた経験上、60歳から始めてすごく上手になった方もいますし、何よりも皆さん生き生きとしてすごく楽しそうなんですよね。そして楽しいだけでなく、楽器の演奏は認知症予防、記憶力の向上になると言われているので、一石三鳥四鳥、いやそれ以上あるのではないでしょうか。今日の動画は60歳以上の方でも楽器の演奏を楽しむために大切なポイントを2つお話しします。そして実際に60代からギターを始められた方の演奏を見ていただきたいなと思います。もちろん60歳以上の方だけでなく、ギターを上達していきたい方のためにも役に立つ内容になりますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただければ嬉しいです。では早速いきましょう。60代からギターを楽しむためのポイント、1つ目、リズムを取る習慣をつける。やっぱりレッスンの経験上、一番苦戦するのってリズムなんですよね。一定のリズムを保つことが難しかったり、ちょっと専門的なことを言えば、表拍と裏拍が苦手な方が多いかもしれません。でも今からお話しすることを日常で取り入れるだけで改善できる方が多いので、ぜひ実践していただければと思います。今日からできるようなことだと、日頃音楽を聴くようにして体のどこかしらでリズムを取る。これだけで楽器の演奏が良くなります。今は YouTube ですとか Spotify とか、手軽に音楽を聴ける時代です。私の場合は Spotify でいろんな音楽をランダムに聴いています。そしてその音楽を聴きながらリズムを取るといいんですよね。まあ私が一人の時は結構こういう感じで乗るんですけど、ちょっとそれが恥ずかしいなっていう方もいると思うので、腕を組みながらこうやって指でトントンやるとか、体のどこかしらでリズムを取るっていうことが非常に大切です。散歩をする時に音楽を聴いて、その音楽のリズムに合わせて歩いたりする、そういったことも非常に効果的だと思います。あとはできれば日頃から裏拍の練習をしておくといいでしょう。裏拍っていうのは1、2、3、4っていう感じですね。1、2、3、4。表拍は簡単なんですよね。1、2、3、4なので、これを絶対にできるようにしておくといいです。もう一回一緒にやってみましょうか。1、2、3、4。こういう感じ。自分のこの口のカウントとパチンという手拍子が交互に来る感じ。1、2、3、4という感じで練習していただければと思います。今のように声に出して練習したり、自分の好きな曲を聴きながら裏拍の練習をするというのも非常に効果的で楽しく練習できると思います。裏拍を練習することによって細かくリズムが感じられるようになったり、フレーズの入りの部分が正確に演奏できるようになるので、裏拍の練習は非常におすすめです。リズムっていきなり良くなるものでもなくて、日々の積み重ねなんですよね。あまり練習っていう風に硬くならずに、楽しくリズムと向き合っていただけたらなと思います。60代からギターを楽しむためのポイント、2つ目、完璧を求めない。やはり人生を長く生きている方は基礎の大切さを知っています。ただたまにですね、基礎が完璧にできていないから曲に取り組まないですとか、曲がうまく弾けないのは基礎練習が足りていないからだというふうに、基礎を完璧にやらないといけないっていうふうになってしまう方がいます。それも素晴らしいことだと思いますし、基礎練習はすごく大事です。私自身も基礎練習は毎日やっています。ただ基礎練習も完璧にやろうとするとキリがないんですよね。ボクサーで言えば、俺は体力がないから走り込みを頑張るぞって言って、スパーリングなどをせずに走り込みだけをやるっていう状況に近いかと思います。基礎はある程度できれば OK で、基礎と並行しつつ好きな曲をやることが大事です。そして練習曲も完璧を求めなくていいです。初心者の頃は1曲を完璧に仕上げる必要はありません。たまに1曲を完璧に仕上げてから次に行きたい、その気持ちもすごいわかるんですが、初心者の時に1曲を完璧に仕上げるってすごい長い道のりなんですよね。ほとんどの方が途中で挫折してしまいます。ですので 7,8 割完成したら次の曲に行くとか、他の曲も並行してやってみるとか、1曲に固執しないことが大事だと思います。飽きたらこっちやって、また飽きたらこっちをやる、そして楽しいことを見つけたらそれを飽きるまでやる、そんな感じで気楽に楽しくギターを続けていきましょう。ではここからは実際に60代からギターを始められた方の演奏を見ていただきたいなと思います。
まずは私のギター教室の生徒さん。私は千葉県の松戸市というところでギター教室をやっているのですが、そこに通われている生徒さんの演奏です。この方は62歳からギターを始めてもう5年半通っていただいてます。レッスンでは最初基礎練習、分子とかスケールとかリズムですね、そういった基礎練習を20分ほどやって、残りの40分とかでセッションや好きな曲を練習しています。ソロギターだけではなくセッションもできるようなスキルも身についています。やっぱりアコースティックギターってコードだけになりがちなんですけど、単音のソロもすごく楽しいですし、ソロギターもできると歌が歌わない人でも一人でギターを楽しめるんですよね。対面で教えてるレッスンの内容は栗原オンラインギター道場と全く同じ内容なので、こんな感じで弾けるようになりたい方はぜひオンライン道場の詳細をご覧いただければと思います。そしてオンライン道場の方でも60代の方がいらっしゃるのでフレーズを弾いていただきました。この方はまだ入会して3ヶ月なんですけど、3ヶ月とは思えないぐらいの演奏ですよね。学生の時に経験はあったみたいなんですが、オンライン道場に入会してあれができていない、これができていないということに気づいて、それを修正して練習しているそうです。そしてその練習が楽しいっていうふうにおっしゃってたので、やはり楽しむっていうことが上達につながるのかなと思いました。栗原オンラインギター道場は60代の方とか50代40代とか割と年齢層が高いです。年齢を気にされている方も全然遅くありませんので、ぜひ詳細をご覧ください。会員限定動画で最低限の基礎を学んで、おしゃれなフレーズや曲を丁寧に解説しますので、そちらの動画で楽しく学んでいただけたらなと思います。で、スマホで動画を撮れれば添削もできるんですね。よく会員の方にオンラインの添削って対面レッスンとほとんど変わりないですねっていう風に言っていただけることが多いですし、私のアドバイス動画が残るので忘れた時に見返せる、そういった対面レッスンにはないメリットもあります。詳細は概要欄にありますのでご覧いただければと思います。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとコメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。